皆さんこんにちは。今回はですね、渋谷のね、ブログで撮影するのが難しい件というテーマで、今回ね、撮影していきます。で、今、このカメラの後ろにね、テレビを用意して、カンペ用意してあるので、ちょっとね、チラチラとね、目線がいっちゃうので、あらかじめご了承ください。このチャンネルではね、ブログのチャンネルとか、ね、シベリアとかロシアの情報をね、発信しているね、チャンネルなんですけども、一番最初に、動画を公開したっていう動画が、モスクワのね、滞在記録とか、シベリアからモスクワ行った、旅行とか、あと、本来は、パスポートをね、切り替えのために日本大使館行ったっていうね、動画とか、いろいろアップロードしたんですけども、モスクワと、今、シベリアのね、シベリアとモスクワの話をちょっと比べるんですけども、モスクワですね、モスクワは、どこ歩いても、ブロガー、TikToker、あと YouTuber、結構いるんですよ。で、私が一番中で見たのが女の子かな。女の子の人で、YouTuber かな。ミラーレスカメラになんかジンバルをつけてるね、人とか、あと、なんだろう。まあ、こういう風に自撮りしてる人っていうの、そこそこいたんですよ。やっぱモスクワってすげえなーと思って。なんでかっていうと、シベリアって基本、そういうブロガーっていないんですよ。ノボシビルスク、あとイルクーツクとかね、そこら辺はやっぱ YouTuber、TikToker とか結構多いんですけど、やっぱね、私たちが住んでるこの真ん中ですよね。ロシアの真ん中って、本当に何年、孤立されてるっていう場所なのかな。なので、こういうカメラとかね、GoPro、こういう GoPro とかね、あとスマートフォンとかで、街の中でこういう自撮りしてたり、こういう風に動画何か撮影してたりすると、マジで絡まれます。本当に。なんでかというと、やっぱロシアってイメージ酔っ払いじゃないですか。で、酔っ払いにね、まあ昔の話するんですけど、私がこの YouTube 始めた当初ですよね。始めて2、3ヶ月ぐらいかな。それぐらいに、動画をね、撮ってたんですよ。街の中で。結構街の中で。で、その時に、よし、動画始めようって出して、5秒ぐらいかな ?5 秒ぐらいしたらいきなり酔っ払ったおばさんにめちゃめちゃ絡まられて、で、ロシア語で、ね、罵声なのかな?その時ちょっとロシア語わかんなかったから、ね、隣に奥さんいて、なんかバーバーってなんか言ってたんですけど、ただ、ロシアでね、やっぱイメージ通り、やっぱ酔っ払いっていうのはほんと良くなくて、ガチで絡んできます。もう一つあったのが、手に、ね、こういう GoPro か。GoPro 手に持ってこうやって歩いてたんですよ。そしたらベンチに横になってたね、酔っ払いのおっさんが横になってて、ちょうど私のね、この手に持った GoPro を見たのかね、知らないんだけど、おいあんちゃんなんだそれ、なんか撮影してんのかいとかね、文句言われて、ね、もう聞こえた瞬間もう速攻無視して、まっすぐ歩いてね、もうガチで絡まれます。ほんとシベリアっていう場所は。あ、このクラスナイスクっていうところね。YouTuber。TikToker とかね、ああいうそういうの、インターネットで活動して、インターネットからね、収益とか生活してる人っていうのは、やっぱ、このシベリア、まあ、クラスノヤルスク周辺なのかな。まあ、話を聞くとね、なんか大体なんか認知されてないらしいんですよね。なんか変な仕事とか、うわ、また YouTuber とかさ、なんかそういう風になんかイメージ結構持たれてる方めちゃめちゃ多いみたいですね。まあ、そんなこと言ってもやっぱロシア人もね、ロシア人で、あと、YouTube とか TikTok やったりね、動画撮影してる人はいるんですけど、街の中で基本動画撮影してる人はね、ほぼ皆無です。まあ、ごくたまいますけど、ただ、ほとんど撮影してるのはやっぱ自分の一軒家の敷地内とか、あと部屋の中でね、喋ったりとか、料理とか、ね、プランク、ドッキリ動画とか、そういうのばっかりですよね、やってるのが。私たちがね、やっぱいつも撮影する、もう絡まれるのが嫌なので、私たちがね、いつも撮影するときはやっぱ公園の中とか、人気がいない場所とか、あと、ね、道路、歩道を歩いてるときにやっぱ向かいから人が来たりしたときは動画撮影一回やめて、人がいなくなったときはね、動画喋るようにしたりとか、で、あと後方確認して、人がいないときにね、動画撮影したりしています。いやー、でもやっぱ、なんだろう、モスクワのなんかそういう、なんだろうね、全部認知されてる感じがすごいね、一回行っただけですごい気に入ったんですよね、モスクワの感じが。あれ、なんかいいよね。もう一回行ってみたいですね。私たちがね、今まで、ね、撮影してきた動画、ちょっと見てくれるとわかると思うんですけど、基本私たちがなんかこうやって喋ったり、動画なんかしてるときって基本周りに人いないですからね。こういう、まあ一応もちろんね、カメラ向けてるときは人いますけど、自分で自撮りするとき絶対人いないです。最後に、あれですよね。GoPro とかね、こういうスマートフォンで撮影してるとね、やっぱ通行人とかやっぱ横に人がいるとね、超ガン見してきますからね。半端じゃないぐらいずっと見て、何やってんだあいつみたいな。
ね、感じでね、結構見られます、やっぱシビリア・クラスノヤスクは。なので、なんかやっぱね、ちょっとブログをね、撮影するとき、やっぱ外でね、しにくいっていうのは結構ありますよ、やっぱ。うん。動画ご視聴ありがとうございました。